中間支援組織についてはいくつかの解釈があるが、一般的には、第一に、多元的社会における共生と共同という目標に、向かって、地域社会と NPO の変化やニーズを把握し、人材、資金、情報などの資源提供者と NPO の中立ちを、したり、また、講義の意味では、各種サービスの需要と供給をコーディネートする、組織内閣府、 中間支援組織の現状と課題に関する調査報告である。NPO を支援する NPO という言い方で要約される場合がある。インターミディアリー、中間支援団体とも呼ばれる。NPO センター、ボランティアセンターなどとも呼ばれる場合もあるが、それぞれの特性がある。第二に自治体などで、 行政と地域の間に立って様々な活動を支援する組織のことを言う場合もある。この場合でも多くは NPO への支援などを主目的として発足しているケースが多い。町づくりセンターなどと呼ばれるが、町づくりへの市民の参加を活性化するという文脈で、NPO の整備のための相談窓口などのセンター的機能を持つことも多い。第一の一般的意味では、 行政と NPO のみならず、企業と NPO や市民と NPO、NPO と NPO、民間財団や寄付者などの支援者と、NPO や NPO の支援対象者などの非支援者など多様な関係性を取り持つことになる。また、NPO セクターの共通する主張や意見を政策提言したりすることもある。第2の意味での行政側からの 行政と地域との間を取り持つ組織という視点より広いことに注意する必要がある。日本では特定非営利活動促進法成立後、特定非営利活動法人の増加とともに全国的に中間支援組織の設置が相次いだ。NPO センター、NPO サポートセンターという名称が多い。公設、民設両方の形態があるが公設の中には 民営のところもある。地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入されたことから、公設民営型が増えることが予想される。中間支援組織の形態としては、NPO、タウンマネージメント機関など、第三セクター的なもの、自治体内部に置かれるもの、また、社会福祉協議会が設置しているものなどがある。行政の内部に置かれる場合には、 市民セクターの相互調整や代表機能を果たすことができず、中間支援組織というよりも、行政組織の地域社会とのつながりを重視した特性を表現している。様々な方向での専門家も見られ、総合系の他に、国際 NGO 系、介護保険事業者系、ボランティアセンター系、まちづくり系などがある。中間支援組織は、当初 NPO への支援を、 主とした事例が圧倒的であったことから現在でも NPO やボランティアの支援機関としての意味合いが一般的である。ただし最近では直接的に住民や地域に対する支援を行う事例も登場しており必ずしも NPO への支援機関という形態に限られないものもある。この意味では特定非営利活動法人の場合であれば 特定非営利活動促進法上の第2条別表19号の目的を掲げる団体を中心とするが第3号の目的を掲げる場合もあるということができる。いわゆるまちづくりにおける中間支援組織の先行事例としては、世田谷区にある一般財団法人世田谷トラストまちづくりがあるが、これは1993年に設立された。 世田谷区都市整備公社と世田谷アトラスト協会が2006年に合併したもので、現在、自然環境、教育、地域のネットワーク形成などへの支援事業や、出版物の観光販売、立体駐車場の事業による交通の是正などがなされている。また、その他の例として、新潟県中越地震において被災した地域の、 復興を主眼とした新潟県長岡市による中越復興市民会議などがある。こうした地域活性化、地域振興のあり方として、中間支援組織に対する社会的期待と関心が集まる中、内閣府の NPO 政策においても2001年頃より、中間支援組織を大きく取り上げるようになり、内閣府の委託調査として、東京都東久留米市、千葉県松戸市、群馬県、 大泉町などに委託をしている。東久留米市では、東久留米町づくりサポートセンターを設立。松戸市でも、市民活動サポートセンターを設立。大泉町でも外国人住民との共同や、ボランティア育成事業等を推進している。今日、特に災害復興を主眼としていたり、市民意識の高い自治体、あるいは市民意識の情勢を進めたい自治体において、 地域活性化を主眼として、行政都市民をつなぐ共同のモデルケースと位置づけられることも多く、教師町村において、中間支援組織を軸とした地域活性化、共同事業を推進しようという動きが顕著となりつつある。ありがとうございます。